ビヒュー。はい、こんにちは。はい、こんばんにちは、ケビンです。はい、今日は、はい、クラブカップの振り返りをしていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのダイジェストとかね、見てもらった人はもう結果は分かってると思うんですけど、うん、もう僕らは予選で敗退しました。はいはい。で、まあ、その、詳しいね、その今思ってる感情とかはまだ話してないので、この動画でいろいろ話していけたらなと思います。はい。はい。で、その前に、僕今ユニフォーム着てるんですけど、はい。今回のね、大会、ユニフォームスポンサーをね、してくれた企業様がいるので、最初にそれの紹介をしたいと思います。はい。はい。で、まず、表についてるのが、そこでも見して、うん、表のね。はい。仙台ガス株式会社様が、はい、はい。また今回もスポンサーしてくれたということで、紹介させていただきます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前のね、東北とかでもね、潜入した時に紹介させてもらったんですけど、うん、まあ、仙台で、ガス会社をやってる会社さんで、うん、アルバイトとかパート募集してるらしいんで、概要欄に貼ってるので、チェックしてみてください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、次が裏ですね。二つ目が株式会社イミセンスさんです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。イミセンス様の概要が届いているので、ちょっと説明させていただくんですけど、はい。IT コンサルタントとして、ウェブ関連の相談、まあ、制作も可能を受けながら、うん、最近はインターナショナルスクールでドローン事業も、実施していたり、また電力事業などにも精通しており、幅広い分野で活動しております。うん、みたいな感じです。ホームページをね、概要欄に貼っておくので、なんか、ウェブ制作とかもできるらしいんで、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。はい。で、次に、丸正昌司様がしてくれました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。で、香川県でね、運送会社してる方らしいんですけど、うん、今回僕たちの動画を見て、応援したいということで、してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。応援ね、ユニフォームも、なんていうの、代表の方、うん、買ってくれて、応援してくれてたみたいですね、オンラインで。嬉しいな。うん。まぁ、ちょっと会場には来れなかったみたいなんですけど、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また僕らが、香川行った際は、うん、飲みましょうということだったので、はい。はい。ちょっと、行く機会があれば、はい、ちょっと連絡させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、最後に、こっちの左肩についてるのが、ウルトラCですね。はい。はい、ウルトラCは、僕たちの先輩、はい、中学校の先輩が、うん、中洲の屋台でやってる店ですね。そうですね。この間、誰か古達が帰った時に、ちょっとね、俺インスタにあげたもんね。うん、インスタで、行ったのをね、あげてたんですけど、そこでやってる人が、やってくれました。はい。スポンサーしてくれました。ありがとうございます。はい。インスタグラムをね、やってるので、それを概要欄に貼っておきます。で、福岡とかにね、はい、行った際は、中洲の屋台めっちゃ雰囲気いいんで、ぜひ行ってみてください。串カツ屋さんって言ったっけ、はい、串カツがメインかな、メインでいろいろやってるんですね。ちょっと僕らも今度福岡帰った時必ず行きます。はい。うん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。で、ここにはね、載してないですけど、それでもスポンサーしてくれた方とかもいるので、うん、まあ、ここで改めてお礼を言っていきます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということで、はい、全体の振り返りをやっていきましょうか。あ、今、その前に、その前にもう一個宣伝、はい、はい。今僕が履いてるこのエルサルの短パン。お、いいね。はい。これ、全国大会で、はい。僕と小田子がね、履いてたと思うんですけども、うん、これ今月末販売します。はい。で、はい。いつもの短パンと違って、これゼロから、もう完璧に形まで、すべてオリジナルでデザインしました。はい。まあデザインもそうやけど、その履いた時のシルエットとかそういうのとかも完璧にこだわって作ってるんで、うん、まあ興味のある人はね、ぜひ買ってください。はい、お願いします。今月末出まーす。はい、楽しみに。はい、もう履いたらもうわかる。気持ちいいやつ。気持ちいいね。好きやだろ、告知しとこう。はい。いやもうこれもだって、みんな履いてほしいもん。うん、もうどんどん。うん。手に取ったらわかるね、うん。売り切れるまでもう、最後の1枚までもう宣伝していこう。はい、ということで、振り返っていきます。はい。はい。あ、何全国大会を全国大会全て。まあ、全体でもいいか。うん。ね、全体としても。まあ、まあ、自分らの思うことを話していけばいいんじゃないでしょうか。はいはい。はい。まあ、まず、じゃあ、出た二人の、なんか感想とか、聞きたいですね。まあ、調子とかはどうやったんかな、二人は。とりま全国の話。全国とりあえず。うん。いいね。ね、そうやなぁ。なんか自分的には、別に悪いっていう感覚はなかったんやけど。体のね、調子にはね。そうそう、体もやし、うん、その、
練習もしっかりしとったけ、うん、悪くないんかなと思ったけど、結局後から映像を見たらあんまりこう自分のセットから、うん、あのセッターの話で言うとね、うん、あんまりこう決めさせきれてなかったなっていうのを映像で見て、うん、うん、ちょっと課題というかもう今さ終わったけどね、課題もクソもないんやけど、ね、うん、ああ出し切れてなかったかなっていう感じですね。なるほど。うん、福岡の時の方がこう決めさせれたなっていう、うん、操れたなと。うん、ただでもクイックは福岡の時より、うん、あ、そうやね、意識的に使ってそこは、うん、福岡の時よりも決めさせれたけ、うんうん、まあ良かったところも悪かったところもあったかな、うん、なるほどね、はい、まあでもあれやね、足つらかったもんね今回は。そう、ただでもね、それ軽くやったんよ実は、うん、前日、あ、そう、前日の全体あの会場練習で結構気合い入れてやったらなんか足つってなんか知らんけど言ったね。そうで、その次の日もテーピングして、であの漢方とかも飲んで、うん、なんていうかな、ありとあらゆる策は、うん、最善は尽くした、最善はあのベストパフォーマンス持っていくためのね、そうそうしたけど、なんかアップしようとき、うん、若干その前日つったけ、うん、ちょっと違和感があって、はいはいはい、本気でやったらやばいかもなと思って、本当に最後のソレイルやったっけな、うんうん、静岡県のチーム敗者復活戦ね、そうそうそうの本当に2セット目の最後だけ思いっきり飛んだって感じで、あ、なるほどね、まあでもそんな影響はしてないで、上からバンバン打たれたりとかしてないんで、そうやね、あれやけど、まあ、最後までできたけ、うんうん、そうっすね。まあ、つらんではよかったかな。そうやね、うん。じゃあ、ケビンはどうやったんですか？調子？もうね。俺の調子は、体の調子とかは、なんかそういうのは良かったと思う、自分的には。うん、なんかすげえ良かった、なんかキレとかも自分なりには良かったけど、なんか、決まらん場面とかも結構あったし、なんかそういうのは普通に全国のセンターのレベルの方が俺より高いなって感じた。まあ身長はね、そもそも高いけどね、うん、まあだけど、まあ決めたい場面とかで自分的には決めれた面もあったし、うん、なんか試合前にもそれ例えば俺は決まらんくなっても、うん、今回はめっちゃ声出して、うん、もう盛り上げようって決めとったけ、うん、そういうところでは結構自分の中では100点に近いぐらい上げていいかもしれんっていうぐらい声は頑張って出したと思う、盛り上げようとして、うん、まあでも途中でやっぱりね負けかけた時とかなんか落ち込んだ時あったけ、まあそういうところがまあ改善点ですかね。改善点だね。まあ流れによってね、まあそうなんでね。そう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 。まあでも、うん、そのケビンにしかりね、あの富田にしかり、その流れが悪い状況でもね、あのなんかそれを跳ね返すような喜び方をしてくれるけ、なんか流れいいんじゃねえかみたいな感じで喜ぶけ、それはまあなんかチームとして良かったかもね。うん、確かにミドル2人が走り回ってくれたけ、雰囲気はね良かったんじゃない割と。そうやね、周りのね声援も含めてね、どんな劣勢な状況でもめっちゃその応援してくれたけね、まあ良かったですけどね、うん、まあ結果はついてこなかったと、まあまあまあ確かにいう感じでしたね、うん、まあでもあれなんじゃない、2人も感じたやろうけど、すっげえ応援の力を感じたんじゃない。うん、そうね、めちゃくちゃ声聞こえたよね上からも、うん、福岡の時と同じように人いっぱい来てくれてさ、うん、で今回はね、小田子が今来てくれるとその赤の0番よね、B 級の0番のユニフォームを着てくれてね、その会場までね、あの来てる人がおったけ、すごい力になったのは事実やな、うん、あまあだけあれやね、その2日目とか以降がね、多分またさらに人が来てくれとったやろうけ、うわ予選はまず突破したかったなっていうのは、まあ、もちろんその勝負ごとやけ負けたことに対しては悔いは残るよね、うん、うん、ありましたね、うん、突破すると思ってたけどね、いや本当よで本当にあのオープニングで、ね、負けたら終わりやけーって言ったら本当に終わったもんね、負けちゃったね、いやまさかでしたね、まさかでしたね、こういうこともあるっていう感じでしたね。そうやね、はい、まあ全体を振り返っては、うん、まあ俺的にはでもなんか俺まあ身を目線ね、うん、俺だけ予選で怪我したやん、うん、だけ今回もだけ怪我するんじゃねえかっていうのはまあみんな頭の中にあったと思うんやけど、うんうん、まあすぐ負けて終わったけど俺の中でも怪我誰も大きい怪我せんかった、うん、っていうのはマジ良かったなと。確かにね、だから俺なんか結構怖かったのはそのケイスケとか、うん、小田優とかあのりょうさんサイド、うんうん、3人が結構なんかいつ怪我してもなんかおかしくねえなみたいな、わからんや、だから怖かったよ、うん、でもまあまあまあその大きい怪我なかったけ、それは一つまあすぐ負けたけど良かったなっていうのはありましたね、うん、そうですね、
しんみりになってしまいますけど、どうか、どうしても。あの、振り返る系やけね。そう、負けとけね。いい結果ではなかったけど。そうやね。あのね、悔しくないって言ったら確率にね、嘘やけどね、これは。そうやね。うん。その、俺らはね、もう一回ができんチームやけね。うん、その、チームで普段から活動しようわけやないけ、うん。じゃあ来年また同じチームで、その、もっと上目指しましょうってことはできんけ。うん。まあそこは、ちょっと悔い残るよね。これはなんか、最後、終わった後、打ち上げとかで、りょうさんとか、小田優がね、話しよったけど、うん、その、言ったそういうことを。そうやね。あの、ダイジェストで小田優が最後ね、あの解放されるのは、また、ね、もっと後でよかったってやったのを聞いてね。うん、そうやなって。なんか、こっちは4動画はやけ、もっとね、もっと一緒にやりたかったなっていう。あるしね、やらせて、まあ、みんなそうやろうね、やらせてあげたかったなってのもあるし、そうだけど福岡予選以上にみんなね練習したやろうけね、うん、他のメンバーもね、もともとだって小田優なり両あの浩二か、うん、は福岡の助っ人で呼んどったけんさ、もし何かあった時のように規定ぐらいの感覚やったけどさ、うん、そんな福岡県予選ではガッツしやってなかったと思うしね、うん、で出る感じでもなかったけど急遽こういうことがあってさ出るようになったけ、まあよりね練習はしてくれたやろうけど、うん、まあまあまあ、でもなんか、久々バレーに本気になれたわ、ってだけ、うん。まあよかったんですよね、いいね、それは。その言葉は。だってまたバレー、なんかやろうかな、みたいな言ったもん。あ、本当に。そんだけストリートとかはさ、福岡でやりようやん。うん、うん。近い県さ、地元やけ。だけどまあ、入る、入らんにしろ、なんかこう、練習として、行ったりしようかな、みたいな感じで言ったけど。いいね。まあなんか、よかったんじゃないですかね、なんとしては。あれやね。なんか一つ大きい、俺らの。まあそうやね。あれが終わったけ。イベントが終わったよね。ちょっとこう、心に穴が開いたじゃないけど、まあね、うん、まああるあるやね、こういう大きいイベントごとが終わった後はフーってなるっていうね、まあみんなもなってやるけど、まあでも俺的にはまああの予選のアンクルサムの3セット目をあれを勝ち切ったのがなんかもう確かにマジで意地が出たんやなって思ったね、うん、確かに、ね、今回のその全国予選出てそのまあ、もちろん諦めとったわけでもないし、試合中にね、諦めたわけでもないんやけど、こうやりながら、うわぁ、強えなっていう、その、なんていう、力量的には自分らが全国で戦えるレベルまで来てないなっていうのをもう感じたけ、うん、本当あのアンクルに勝ったのが、マジで奇跡やったなっていう。あの3セット目。うん、あのアンクルに、多分もう、りょうさんもね、動画でも言ってたけど、本当10回やって1回勝てるかぐらいの、やつが本当にあの3セット目に来て、俺らがたまたま全国に出て、あそこで俺らはあの、運を使い果たして。まあそうだね。まあでもそれも本当に俺らの中で分かっとったっけね。ちょっと待ってください。一回出る出らんっていう話を、うん、あのね、したっけね。うん。まあ、やし、もう俺らも全国出るってなってさ、いやもう、そのちょっと絶対負けるけとか、そんなことも絶対言えんし、まあもちろんね、勝つための方法を考えてみんな練習したけど。めちゃくちゃね、うん、考えたもんね。いろいろポジションもね、みんな分かったと思うけど、そのいろいろ試して、うん、あの、想定して、まあ、あのポジションが一番いいんじゃないかというね、うんうん、まあ、決断を出して、りょうさんなんかバックアタックのライトから打つようなプレイヤーじゃないけど、もう無理やり打たして、うん、で、小田優もレフト側でレシーブしてライト側に走らせるとか、もう全然やったことないようなことをやらしたりとか、うん、その、やっぱ即席であれをやるっていうのはすごい難しかったなっていう。うんまあでもやらざるを得んかったあるよね。そうやね。うん。まあもともとメンバーがね、めっちゃおったわけじゃないけど。うん、だけどまあ、そうやね、ポジション的にはりょうさんとか小田優が結構その、きついポジションではあったよね。そうやね。その小田優は2枚でキャッチするっていうのは結構、まあサブキャッチやりよしはわかると思うけど、心理的負担結構あるけどさ、うん。そういうのもそうやし。で、りょうさんはね、自分がもう多分決めきらな勝てんって分かっとったやろうけ。うん。そこのね、心理的負担。まあ、普通に負担が大きかったやろうけどね、うん、そこの負担はね大きかったかなって思いますね、うん、あとはだけ多分ねみんな試合見ようって思ったのがサーブミス、うん、めっちゃ多かったと思うけどサーブミスをしてめっちゃミスるけど、まあ、ギャンブルやけど攻めないけんっていうチームやったよねだけ本当 1,2 試合目の1セット目まではずっと攻めよったまあでもずっとサーブが入らんでああいう展開になったんやけど本当サーブ崩さな結構その俺らはブロックで勝負できるチームじゃなかったっけどうにか崩していい状態で持っていって切り返すっていう、ね、いうのを狙っとったけそういう展開になったよねまともにラリーしたらね、うん、絶対負けるっていう
なんか自分らやっぱね長くやってるからこそ、うん、なんかこう客観視できるけど、うんうん、そこの力の差っていうのは。そうだけどそれは分かっとって、サーブミスもめっちゃそのしよったけど我慢して我慢して攻め続けたって感じだね。でもちょっと試合目の1セット目まで結局ずっと入らんかったけど3セットだけど2セット目だけは結構もう入れるサーブにして切り替えたけど、まあ、状況は変わらずって感じだね。バシーナの時に関してはね、ちょいちょいいいサーブも行きよったけど、うんうん、あのうまかったな、レセプションが。あ、バシーナ良かったね、うん、レシーブいいし、ブロックも良かったし、当たって聞いたらやっぱ前評判もいいチームだったみたいで、うんうん、すごい強かったですね。強かった、めっちゃ、うん、バジェーナは結局どこで負けたんけ。 16? エコモね。あ、エコモに負けたんか、うん、エコモ強かったもんね、うん、優勝候補やったっけね。16ぐらいで負けたんか。自分らが負けたチームも負けて、もう上には、うん、上には上を折るとい う、 いそうよ、ね、悲しい気持ちになりました。優勝してくれよ、バジェーナ。バジェーナがね、これでね、ベスト4とか優勝しようもな、まあしょうがねえってなるけどね、うん、そのベスト4にちょっと応援してみたけど、いや、応援したくなるよ。じゃあ、バジェーナの人めっちゃいい人たちだったしね。いい人だった、めっちゃ、うん、会場で一緒にね、写真とかも撮って、そう、うん、試合前にね、写真撮ってくださいって、ファンなんです。いいチーム。じゃあ負けてくれますかって言ったら、ははーとか言って、ね。5点ぐらいあげました。普通に買ってきたのに。YouTube に上げる許可とかも取ったよね、向こうに。あったあったあった、事前にね、うん、そのライブ配信するのに。あ、それで OK ですって言われたけど、うん。ありがとうございました。それは。はい。ということで、まあ、まあ、プレイ的には、まあ、振り返りも大事だけど、もう俺らには次がないけどね。うん。まあ、反省したところでっていう。本当そうやね。うん。まあ、怪我なく、ほんと。うん。まあ、だけど皆さんがね、来年も出てくださいって言われるっすけど、まあ、こうやってチームでやってないけどね、それの難しさを、やっぱ、より全国行ったことによって実感したけ、そうやね。まあ、そこは、なんか、正直また出ますとかわかんないですね。簡単にね、今出ますとは言えんよね。うん。いやー、まあまあ、でも、予選の前ぐらいから、こうね、動き出して、うん。トータルで、やってよかったんじゃないかなと。いや、思いますよ。うん。そうやね。すごい応援もしてもらったしね、いろんな人に。本当2日目以降からね、来る人、来る予定だった人にはね、本当に申し訳ないなと。そこはマジで申し訳ないです。DM でもそういう連絡をね、来とったけ。来とったけね。ちょっとこう、まさか自分らもね、予選、最悪敗者復活では勝てるでしょうみたいな、なんかその、まあ、自信みたいなのがね、あったけ。びっくりしたけど。びっくりした。まあ逆サプライズということで、はい。サプライズ。僕からの逆サプライズで受け取っていただけたらと思います。うん、っていう感じですかね、振り返りは。はい。そうですね。まあ試合の振り返りをね、まあ解説動画を一応多分やるけ、またいつもみたいに実況みたいな感じでね。はい、りょうさんのチャンネルにも上がるんじゃないかな。上がるでしょ。バレーオタク。上がると思う。いや、りょうさんも YouTube で試合の細かく解説した動画、ビークイックの方ではなんか実況というか、うん、この時こういう気持ちやったとか、うん、なんかそういうラフな話やけど、技術的なことはあんまり触れんけど、うん、でりょうさんの方ではそういうこの時こういうことがあったからこういうなんか攻撃になってるとか、うん、そういう細かい話をしてくれてると思うんで、うん、まあ後から上がると思うけどね、そっちもよかったら見てください、はいはい、っていうことでじゃあ、はい、今回振り返りはこれで終わりたいと思います。はい。皆さん、約半年間、本当に応援ありがとうございました。よっしゃー。もう早かったっすね。終わってみれば。はい。もう、また、次の目標を立てて、頑張っていきましょう。はい。頑張ります、はい。大会編はね、これで終わりなんですけど、まあ、ビークイックの活動としてはまだまだ、これから OQT とか、うん、はい、インターハイも終わって、今度、春高とかもね、うん、あるんで、そういうイベントに向かってね。僕らも一緒にバレー界盛り上げていこうと思うので、よっしゃ、皆さん一緒に、ついてきてください。はい、はい、はい、じゃあ今日の動画はこれで終了したいと思います。はい、ビークイックの大会編全体的にね見て、うん、面白かったらぜひ高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。たくさんお願いします。大会しか見てない人とかは俺らがどういう練習トレーニングをしとったかとかもね、過去に動画上がってるんで見に行ってみてください。はい、はい、じゃあ今日これで終了します。せーの、ビークイック。